横須賀市が11月25日から実施しました災害監視カメラについてお話しします。横須賀市は11月25日から災害監視カメラを実施しました。今まで過去に冠水などを被災しました27箇所定点の固定カメラをつけまして、災害時にどんな状況なのかを分かるように固定カメラをつけました。これ大変便利で、世界中からどこでも24時間見れるようになっています。24時間世界中から見れるということで、これ悪用されてしまうと思わぬ事件につながることがあります。この災害監視カメラ、プライバシー問題が心配です。ぜひアクセスしていただいて、ご自分のお家、あと知り合いのお家、頻繁に同じ方が映り込んでしまう、そういった心配があります。横須賀市が実施した災害監視カメラ、ぜひアクセスしていただいて、プライバシー大丈夫かどうかご覧ください。とことん前向き2児の母親、大津小学校、大津中学校の卒業生です。市政に挑戦いたします。中井美和子です。2人の子供がいます。中井美和子、大津小学校、大津中学校卒業生です。北栗浜駅で高校生の時、北栗浜でアルバイトしてました。職場にこの北栗浜駅を利用して電車で通っていました。ぜひ今とことん前向きとことん通信作っていますので、手に取ってお読みください。